それは島村古賀という両エースがいますんでね、エースというかね、いいアタックがいるんで、サーブレシーブさえ変えれば。さあ、ハッタや追いついた。またもケルシー。あっと、この1本追いつけない。第2セットジュースの接戦をものにしたのはトヨタ車体。もう監督も本当にね、もう先ほどから何回か画面に映ってますけどね、気合がみなぎっています、今日の試合。いや、よくケルシー打ちました、あのボールを、はい、本当に。さあ、第2セットは